前 CT に1人 OK 2人 OK ナイスナイス2人 OK よし OK サマンサタバサの炙り焼きお前がさ笑ってる。対戦を確認。マジでいかがでーす。ありがとうございます。みんな、なんでみんな A 来たの？あ、そうか、あ、そうか、そうか。ごめんなさい、ごめんなさい。もうみんな守りたい。B やったら、そう、ずっと B やわ。ずっと B や。ナイス！ナイス！いやー、ごめんなさい。1キルもできんかったけど。オッケーオッケー。おぉ、中入ってる。中入った。CT!まあでもね、練習して良くなればそれでいいんで、はい、ありがとうございます。いい、ありがとうございます。皆さんのおかげさまで、ありがとうございます。はい、もっと強くなります。エルボ、ナイスワン、エルボ来てる。箱中、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 止まってる、止まってる、止まってる。うおー、すごい。惜しいレスレス。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、やばいなー、これ。ほぼミッド攻めだなー、これ。やばいなー、これほぼミッド攻めだなー。今日で分かったな。今日拡散してやってなかったけど、多分ほぼほぼ俺狙いだな。バレないようにしてる気がする。いやー、折れそうだな心。お疲れ様です。おです。すいません、やりますか。いいっすか。ちょっと漠然と、はい、あと動画だけ見といてくださいで終わっちゃったの、マジもったいなかったなと思って。ああ、いえいえ、全然全然、本当にすいません。めっちゃみっちりは見れてないですけど、一応できる限りのことは。いや、めちゃくちゃ見てくれたんだなっていうのはすごい伝わってきて。ああ、ほんですか、ありがとうございます。まずすげえ取り入れてくれ てめっちゃ良かったのはナイフ、はいはい、ナイフの方が足早いんですよ、うん、そもそもこれは武器構えてるとちょっと遅いんですよ。ナイフの方が生存力が高まるというか、これで目があったとしても、はい、だからここでまずいるかどうかチェック。来たら一歩下がるんですよね、はい。結構この細い味方はなるべく体出さない、こっから敵出てきちゃうんで、なんかしばらく来ないなと思ったら、うん、こうやってやってこうロングに対してこう流してあげるとか、あなんかちょっと来てるかなみたいなっていうのが、はい、めっちゃ大事、うん、面白いこと言って。面白いことですか。面白いことですか。サマンサタバサの炙り焼き。ワイワイさん笑ってるから、これ絶対合格っすわ。あ、合格、合格です。はい、ワイワイさん、もう抑えきれてない笑いが。でも面白いこと言って、うん、ごめんなさい、なんかパッて。あ、じゃあそれして、いいプレイしたら、いいプレイ、まあ悪いプレイした時の方がいいかもしれんけど、悪いプレイした時に悪いプレイした時にごめんなさいでいいを込めて面白いことを言うっていう。今のプレイ悪かったんで、あ、そのために俺タイムアウト取りますよ。じゃあ、そんなん、どんなんでいいの、ほんまに。ほんまに。今のプレイはちょっとタイムアウト取って、すいません、じゃあ、ズズさんギャグ1個お願いしますみたいな。お願いします。ああ、全然。タイムアウトのたびに最後、ズズの1個ギャグでお願いしても。ああ、もちろん、もちろん、もちろん、やりました、やります。それで空気が良くなる。はい、やりました、やります。まあ、そういうタイムアウトもあるかもしれない、ちょっと覚えておいてください。けど、俺がでも言いに来たのは、なんか、ズズが結構力んで練習してるって聞いたから。ああ、ほんまですか。ああ、いや、いや、俺もね、それちょっとね、聞いて。だから、でも、笑ってやへんかったら、馬なれへんで、やっぱ楽しみながらじゃないと馬なれへんで、はい、いやそう、いや分かってるんですけど、やっぱり僕が一番できないから、やっぱと思いながら、
みんな吸収力高いし、みんなせやから、そう、みんなせやから、そんな。できた方がおかしい。まあまあまあ、そうか。笑いなしでやってるもん。そうやねん。らしくない、マジで。いい、まあまあ、なんか。笑いの人なのに、もう、まあ、俺がね、俺がちょっとシリアスにしすぎたわ。笑いの人やのに、笑いの人っぽくない動きをしてることを、例えばどういうことやろ。笑いの動きの人が、例えば、例えば、笑いの人やのに笑いのことしてへん、例えば何やろ。レジ打つ人が、漢字にうるさいみたいな話ですね。だから正解正解ですか。あ、正解正解です。正解正解正解なんですか。あ、よかったよかった。当てた当てた。ちょっとレジ打ちをバカにした感じがね。してない、してない。だから漢字にうるさくはない、漢字に弱いみたいな。弱い弱いの方が良かったのか。ちょっとレジ打ちのやつは数字しか分からん。そんなこと言ってない言ってない。ちょっと悪い。そうですね、難しいね言葉って。それ一個で、それ一個で変わりますからね。うん、気をつけよう気をつけよう。でもそれぐらい楽しんで、楽しむことがっていうことを伝えたかったよ。はい、ありがとうございます。もうよく頑張りました。ありがとうございます。はい、終わってないですけど、まだまた、今度、また今度、明日、いやいや、明日、また明日、明後日あるんですけど、その終わり僕も、また今度、え、終わり僕ここでやれたらいいっすよね、バラ。頑張りました。え、終わったんですね、もうもういっぱい、もうそれでいっぱい、これでいっぱい、伸びしろゼロ、もうそれで。はい、伸びしろゼロ、はい。それだとなんか何も力ないみたいな。伸びしろはあってほしい。終わり終わり。俺どうしようもない。どうしようもない。そう、話変わってくる。どうしようもないはもう意味合い変わってきますからね。もうそれは以上は言葉間違い。いや、これ以上はもうあかんあかんあかん。もうセンスないって言われてるようなもんで、もうほぼもうそんなことない。いや、マジで初めて何もわかんないのにめっちゃ頑張ってる。やばいけど、普通に。いや、まずそもそもだ、もうこれでうまいこといかへんかったら、のりちゃんは滑るべきやで。だって、そうなんですよ。初めてやって、レイズっていうのが、それはもうむずいもん。いや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 。これね、俺本当に、あ、多分ズーさんが今後バロランと続けていったら気づくんですよ。はい、あいつなんで俺にレイズやろうと思うんだよ。レイズなんや。そんなになんすか。ありえないこと、これは。そう、マジでむずい。はい、だってこいつ自体ができひんって言うてるやん、そもそも。そう、俺ができないのにやらせてるっていう。だから相当むずいね。こう、うまいやつができひん。だから慣れがいるっていうことやね。そうだね。マジでそうなんだよ。俺ズーさんごめんって思いながらやりました。でも勝つためにやねんな。そうそうそう、違うね。でも勝つためにはそれもいいねん、絶対。はい、もうありがたいです。だからね、選んでくれてるだけで素晴らしい。はい、もうちょっとでも役に立ちたくて、やっぱり、うん、俺だってこれズーさんにじゃあこれレイズやってくださいって言ってから俺裏でこそれにしたからね。いや、それもそれも申し訳ない。グレーがどれだっけとか、グレーどれなんですか、YouTube 見ますねとか言って。ありがとうございます。ほんま定点な。定点も、はい。俺ができないんだから。いや、これもワイワイさんに本当に全部教えてもらったからできるようになりましたし。マジでありがとうございます。あの個人講座がね、ガチ聞いてて、次の日から。ありがたくて。笑顔でまた会おうね。え、もう終わりっすか。明日ない。ね、また、まあ、どっかで機会がある。ちょっと待って、明日ないっすか。もうどっかでって。終わり？運命が違えば。だから明日大会なかった。明日大会なかったとしても寂しい言葉ですよ。普通に。普通に。うん。そうやね。そうです。寂しいけどしょうがない。そうやねってな。なんでそれで終わろうとしてる。そうやね。嘘でもなくて、そうやねってほんまに別れるやん。じゃあもう喋れへんやん。もう二度と。いや、嫌な人、ほんまに。お前、永遠に突っ込んでくれるよ。ごめんなさい。これいいよな、マジで。いいですよね。いいよね。嬉しいですよ。ちょっとこう、で拾うよね。ちょっと明日は明日で、じゃあ、はい、ちゃんと寝て。はい。うん、そうですね。もう、ね、今日はもうサクッと。元気に行きましょう。はい、ありがとうございます。いっぱい寝て、明日に備えましょう。はい。はい。じゃあ、俺も落ちるよ。はい、ありがとうございます。お疲れでした。お疲れ様です。おやすみ。はい、おやすみです。やったげーなー。わー、もうマジ泣いちゃいそう。もう泣きそう。めちゃくちゃ優しいやん、二人とも。ワイワイさんの言葉刺さったな。笑わなあかんでって。さんまさんかと思った。俺もな、さんまさんかと思った。ほんまに。